無得意デッキ狩り講座やっていこうと思います。 YouTuber 的な挨拶を考えようと思ったんですが思いつきませんでしたので、そのまま解説やっていこうと思います。まずこの今環境を席巻している無得意ゴーレン、まあ弱点としましては、騎馬が1コストのみのことが多く、機動力に欠けるため、両端を1コストで2マス塗りされた際の対処が難しかったり、あとは式7の号令っていうのは多く打てて3回であることですかね。式、このゲームの1試合は式がスケール式が24、魅力や奥義の式上昇を兼ねた場合、式6の号令であれば1試合最大4回打つことができますが、式7の号令だと打てて3回、一度崩されてしまえば、まあ、2回という形になってしまうため、どこで崩すか、崩せるポイントがあれば2回です、守るのが2回で済むので勝ちやすく、また3回打たれるプランを取られたとする場合は、そうですね、式7吐いて速度や兵力が上がらない号令っていうところが欠点になってきますので、割と高いラインで一発打たすことができれば3回やっても実際守るべきは2回、なんなら低いラインで打たせれるのを1試合で2回やれれば守るべきは1回で済むというケースも多いため、ラインを上げやすいタイプのわらデッキに対して若干苦しいかなという印象があります。また無得意デッキの号令のパーツ、どうしてもやっぱり知力7が最大になりやすいんですよ。だから知力8の妨害である火器、こういうカードを1枚入れておくだけでかなりメタが取れますね。このゲーム知力依存は1上かどうかでかなり号令の妨害の効果時間が変わってくるので、ここは、国利をギリギリまで粘ってから撃破します。ちょっとここから下ネタになっちゃうんで20秒ぐらい、嫌な方はミュートしてください。ここでちょっと放置プレイについての話なんですけど、音声作品だったりゲームだったりにおける、まあ、放置プレイ、チラシプレイだったりの寸止めのシーンって、1回目とかってこうすごく必要ですか、サオヤクに自分の出すタイミングを合わせようとする場合、寸止めされると、ここで待たされるのみたいな感じでこじらされるのが気持ちいいみたいなんで興奮するんですけど、やっぱり2回目以降聞くときって、ここでじらされるなって内心分かってしまったりすることによって、来るぞって分かっちゃうじゃないですか。だからそれを下げるために一度使った後っていうのは、こうなるべく2週間以上空けるようにして間隔を空けてからすると、どこで寸止めされるんだったかを忘れてるケースも多くて、そろそろかなってところで寸止めされて、あーってなるケース多いですね。はい、以上です。で、ここで相手は式が溢れるのを嫌ってシック戦法で、ガクチンが突撃されていますが、シック戦法早いですね。ここでガクチンが撃破を取っていく。いやー、攻撃消費速速いきましたね。ガクチンというカード、つけれる消費が主上術、迅速向上、攻撃力の3択で、直接戦闘に関係あるのが攻撃力のみとなっていますので、攻撃力上昇をつけております。でこのガクチンというカード、前回のバージョンアップでかなり回復量が、回復速度が上がったことによって、そうですね、すごく酷使できるカードになったので、まあ常に戦場にいるレベルの酷使が効くので、生存力をちょっとでも上げるために戦闘力が上がる攻撃力、そして速速をつけているという感じですね。でこちらは火器を発動。ここなんですが、かくらん弓は、入っていませんが、かくらん弓を止めさせるために相手の部隊を割くことができるので、かくらん弓を打つことによってかくらん弓を止めさせる、その行為によって範囲をがすっぽり入れやすくなる、そういう感じの、布陣を敷いております。
でここは牡蠣をもう一回打ちたいのでガクチンで守って返していきたいというところで首位と一騎打ち。これは美味しいですね。ガクチンは本当に回復が早いことによって撤退さえしなければ、帰ってすぐ回復してくるので、まあ撤退以外なら何でもいいよという状況でした。そう勝てたので、まあアドですね、一応相手も1コス牙ではありますが、まあ少しでも兵力削れたのは大きいかなという感じで、ここで相手の長所を2発目に備えて撹乱弓術を当てておきます。ここですが長所が知力ゼロになっているうちに下方機を打っておきましょう。ここなんですけど、そうですね、もうちょっとしたら乱戦されて、しかもこの形だとちょっとまあ両横部隊いるので乱戦をされてしまうことが多いので、まあ知力ゼロのうちに下降機を打っていくという感じで、ここで相手は乱戦を確認して白系の軽眼で、ここですが下降機が入っているので、まあガクチンも生存しているし、ちょっとまだ奥義打たなくても大丈夫かなという感じなので、ここはもう奥義は温存していきます。で左側はちょっとでも玄関の兵力を回復したところで主税の大車輪、この計略強いんですよ。四季さんで武力プラス8の大車輪に加えて効果時間がなんと9カウントあります。今刹那怪力が武力プラス8になっちゃったんですけど、実質それと同じ上昇値、さらに車輪までついてくるっていうので、すごい守りに、まあ、信頼のおけるカードになったわなという感じですね。でここなんですが、関東の一発は防げましたね。これちょっと出す位置が甘えだったかなという感じでしょうか。こういうところでちょっとこういう雑なプレイングしちゃってるのは反省点ですね。ここはもう慎重に国里の城門だけ守って、あとは関東は、ガクチン猛達で、ガクチン猛達伝与で守っていければという感じで、ここで、迎撃が入ったことによって、まあほぼ勝敗が決定したかなという感じですね。このような感じで、知力8以上の妨害計略、特に速度低下のつく妨害計略、かつ相手より士気が軽いという計略を入れることによって、無特技号令はかなりさばきやすくなると思いますので、ぜひこのデッキ一度使ってみてはいかがでしょうか。かなり無特技号令に強いのでおすすめです。ここから先は解説なしの動画となります。それではお疲れ様です。破るまで。まだ戦いは終わっちゃいない。矢印に従え。危ういか。
勝機と見た。どうだい？お、俺の出番じゃ。復帰。まずい。相手が悪いか。ゴンゴン、どうだい？無事か、大将。無礼者が。撤退。勝機と見た。復帰。秘めたる祭、この戦場に解放せよ。もう負けやしねえよ。突き進め。どうだい？この地より速やかに去れ。秘めたる祭、この戦場に解放せよ。
撤退。黙るわけには。どうだい。どうだい。勝機と復帰。無事か、大将。